皆さんこんばんは、星野かおりです。この度はクラファン達成、皆さんのおかげです。ありがとうございます。ただこうやってお礼動画をちょっと撮るのが遅くなってしまってすいません。で、今後のそのクラファンの流れクラファンの流れじゃないですけど、まだ9月の末までクラファンの支援はできます。ただクラファンのリターンについて聞かれたんですけど、追加のクラファンのリターンはないです。ごめんなさい。なぜなら私はもうクラファがね、ちょっともう足りなくなってるんで今。そう、なのでリターンはもうなしにします。ただちゃんと支援していただいた方へのリターンは順次やらせていただくので、それはお待ちいただけたらなっていうのがまず一つ。ただリターンについてなんですけど、発送できるものはみんな一気にバッて発送して、ただその曲作りに関しては多分記載注意事項じゃないですけど、記載してある通り、順番になっちゃうので、すぐには全然できないっていうことをちょっとまずお伝えしておきたいなって思って。で、撮影は今が9月で11月に一応撮影日が決まっております。皆さんに、お見せできるのはおそらく最初当初ね12月中っていう予定だったんですけど、編集って結構時間かかるんですよ。なので、来年以降に完成、早ければ1月初旬には皆さんにお見せできるかなって思います。その自分が今回皆さんに支援してもらったじゃないですか。初めてやったんですけど、こんなにその私の活動を見てくれてる人だったりとか、その応援してもちょっといいんじゃないかみたいな感じで思ってくださる方がいることは本当にすごい嬉しいなっていうのを改めて思いました。最初の月でもう達成したんで、本当にこれはもう私のおかげではないです、皆さんのおかげなので、そこはもう皆さん自信持ってやってやったぜみたいな感じで思っていただけたら嬉しいなと思います。あとはもう私がね、ちゃんと皆さんに作品をお見せしたら、あ、やっぱこいつやるやつやったんだって言って、そう思ってくれたら嬉しいなと思います。引き続きよろしくお願いします。